この無料配信は皆様のお祈りと献金によって支えられています。聖書の言葉をあなたへ、ハーベストタイムメッセージステーション。はい、それでは皆さん明けましておめでとうございます。今年も月例会よろしくお願いをしたいと思います。聖書の朗読を始める前に、今日のメッセージについて少し前置きをお話をいたします。昨日と東京で定例会が開かれました。で、定例会に私は出エジプト記の第8回目のメッセージを準備しました。それは先週のことですね。それを用意してから月例会のメッセージを準備しました。皆さんは私がメッセージの準備をしているっていうのをご存知でしたか？知ってた？よかった。ある方はここへ立ったらね、突如メッセージが出てくるというふうに思っている方がいるんですね。メッセージは準備をします、私はね。で、月例会の準備が終わって非常にね、興奮したんです、自分で。ああ、このメッセージはね、年の初めにふさわしい、だからできるだけ多くの人に聞いていただこうというわけで、東京でも聖書公開メッセージを中断してこのメッセージを語るということにしたんです。で、メッセージのタイトルは、坂の上の雲は見えたか、ね、坂の上の雲は見えたか、NHK の番組見たかという質問じゃないですよ。坂の上の雲は見えたかというタイトルのメッセージだったんです。で、それを東京と大阪で今回は共通したメッセージを語るという話をしましたら、うちのスタッフが、それは困ると、定期的にメッセージ CD を買ってはる人がおるんやと、まあ、こんな大阪弁じゃなかったですけどね。で、発送がすごくややこしくなるし、また1枚分延期したりする作業が大変ですと。で、分かったと。じゃあもう一つ別のメッセージを大阪月例会のために僕は祈って用意しますということでできたのがこのメッセージなんです。ですから、このメッセージは昨日おととい東京で語った坂の上の雲は見えたかというメッセージの続編です。ですから、皆さんにぜひその前編のメッセージも聞いていただきたいんです。これは一人でも多くの日本人クリスチャンに聞いてほしい内容です。そして今日は続編で、今日のメッセージのタイトルは、2010年は革命元年というタイトルです。もう一回言いますね。2010年は革命元年というのが今日のメッセージです。最後のアンケート用紙に、皆さんは坂の上の雲と書けば、坂の上の雲 CD 希望と書いてくだされば送ります。定期的に購入している方はそれが届きますから、ぜひセットで聞いてください。2010年を革命元年と呼びたいと私は思っております。これは私の個人的な予測です。革命元年になりそうな予測があるということです。と同時に、これは希望的観測でもあります。つまり2010年、21世紀の2回目の10年の始まり、これを希望にあふれた年にせねばならないという希望的観測でもあります。で、皆さんも今年1年どういう年になるだろうか、どういう年にしようか、さまざまな思いでここに集まっておられると思います。
私は今回年末年始の聖地旅行でイスラエルの地を巡りながら、さまざまなことに思いを巡らしておりました。ですから2回連続の東京とこの大阪のメッセージは、聖地で考え、今までここ数年特に考えてきたことの集大成のようなものであります。革命と呼ぶからには枠組みが変わらなければならない。枠組みが変わるから革命なんです。どういうふうにクリスチャンとして枠組みが変わっていくのか、まあ、個人的なところからスタートするとするならば、自分中心に考えていた信仰から神様の偉大さを見る信仰へ脱皮しなければなりません。まず一つのテーマがそれでありましょう。先ほど日本人クリスチャンは聖書の理解が少ないというようなコメントもありました。もう一つ、日本人クリスチャンが弱い理由は自分を見るということが中心にあるわけですね。ですから何をするにしても私がなんです。私の信仰が、私のビジネスが、私の何々がというところが中心にありますね。そこから私たちが信じている神様がいかに偉大なお方であるかというところに視点を変える必要がある。時々ではなくて毎日、朝起きたならば毎日、できるだけ早い瞬間に神を見上げて、その偉大さを褒めたたえる信仰に変わっていく必要がある。そうしないと人生にはさまざまな問題が起きてきます。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、家族の問題、さまざまなことが起きてくる。それに一つ一つ反応していると信仰がおかしくなってしまう。よくつまずくという人がいますね。私は何々につまずいた、私はクリスチャンにつまずいた、まあ、教会に来なくなる人の圧倒的多数は牧師につまずくんですね。牧師なんかにつまずくなよって言いたいんだよ。だって牧師だって人だもんね。そんなもんにつまずくなよ。だったらつまずくっていうことはおかしいでしょ。それは偉大なる神様を見ていないからですね。もう一つの革命であるというテーマは、いや私は聖書も相当学んでいるし、それから神の偉大さを見る信仰に自分は生きている、生きようとしていると思うという方、その方は私は神を知っているというふうに思われるかもしれない。しかし神を知るということと神を体験するということとはまた別なんです。だから神を知っていると思っている方は、今度は神を体験する信仰へと飛躍するということを一つのテーマとして捉えていただきたい。もちろんヘブル的にはもう知るっていうことは体験なんです。知るっていうことは体験で、今日のメッセージの中でもそれが出てまいりますね。皆さんがぜひ今年1年間どこかで、私は神が現実に働いてらっしゃるということを体験したという、そういう信仰を育てていただきたいと願っておりますね。例えて言えば、それは聖地旅行が何であるかを知らない方がいたとします。その方がハーベスト聖地旅行の DVD を紹介されて DVD を見たとします。その方にとっては革命です。うわあ、聖書の地ってのはこんなんなんだ、ね、聖地旅行ってのはこんなんなんだ、聖書は現実なんだということを知ったわけですね。で、大抵の人は DVD を見ましたから、もう聖地旅行はいいです。ところが現実に聖地旅行に行ってみると、
最初のストップからこういう声が聞こえてくるんです。ビデオと違う。当たり前だよ。ビデオは知的に理解してるだけです、ね、聖地旅行に行ったっていうことは体験してるんですから、その違いは大変なもんです。聖地旅行から今帰ってきた方がね、今回4人いらっしゃいましたけども、帰ってきて、特に初めての方は、日本に帰って聖書を開いた時に本当に読み方が変わると思わない、ね、この質問に対しては思わないとは答えられないから思いますとかしか言えないと思うけど、実際に変わるはずです。開いて、特に訪問してきた地が出てくると目の前にその情景しかもう浮かばなくなってるはずです。そのように知的理解から体験的理解に変わっていく。神様って言った時に文字が出てきて、神の定義が出てくる世界から、実際に生きていて私を助け導かれるお方という信仰に変わっていく。今から本論に入っていきますけれども、このメッセージが今日着地点としているのは何かというと、神の偉大さを称えるということです。神がいかに偉大なお方であるか。で、今から3つのポイントを挙げますが、それはいずれもこれは無理だろうと思うようなことを神がなさるという話をしたいんです。無理だと思うことを神がなさる大きな3つのテーマを今から挙げていきます。そのことを通して、なるほど、このお方に信頼して今年1年生活することはいかに素晴らしいかということを理解していただきたいと思います。それではいきます。今日はね、3つのポイントが何かということは最初に言いません。もったいないから。そんなに複雑じゃないから大丈夫です。フォローできますね。それで言わないんですけど、第1番目は、今ハーベストフォーラム東京では出エジプト記のメッセージを連続でしております。ですから第1番目は何かというと、私たちの神、聖書の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、イエス・キリストの父なる神と言われるお方は、出エジプトを可能にした神です。ちょっとね、反応が弱いからもう一回やろう。というのは、これは旧約聖書をどの程度理解しているかによって反応の強さが変わってきますね。もう一回いくよ。私たちの神は出エジプトを可能にした神です。はい、いいね。ということは、出エジプトの出来事っていうのがいかに困難なこと、ありえないことであったかということです。だから出エジプトがそれ以降の聖書の歴史の解放のモデルになるぐらいの大きな出来事です。これはイスラエル国家が誕生した出来事です。この時からイスラエルは誰からも束縛されない自由の民としての歩みを始めたんです。これは神様がアブラハムに与えた約束、アブラハム契約の成就であります。あなたの子孫は星の数のようになる。そしてその子孫がカナンの地、約束の地で自由の民として住む。この時からイスラエル人は民族として、また独立した自由の民としてのアイデンティティをしっかりと持つようになったんです。それがそれ以降の解放の原型になりました。イスラエルの歴史を見ていると、彼らはバビロン捕囚に行きますが、そこから70年後に解放されてきます。それもまた出エジプトの出来事と類似した出来事です。原型は出エジプトにあります。イエス・キリストが誕生した時にベツレヘムという町におりましたけれども、歩いて2時間以内で到達できる距離にエルサレムがあり、エルサレムにはヘロデ大王という男がおりました。名前はヘロデですけども、性格はヘドロ大王のような人です。
彼が幼子イエスを殺しにかかります。その時に神様は幼子をヘロデの手から救い出してエジプトに送ります。この出来事を聖書記者は、私は私の子をエジプトから呼び出したという予言が成就したと語るんです。それはそのエジプトというのはヘロデ大王の手のことです。いいですか。だから私はヘロデの手から私の子を救い出したということです。その下敷きになっているのは出エジプトの体験です。1990年代になってユダヤ人が朝鮮圏から100万人以上イスラエルに帰還しました。これは現代の出エジプトです。束縛の地から約束の地にユダヤ人たちが帰還したんです。そして出エジプトの出来事は、私たちがイエス・キリストを信じて自由の民となっている、罪の呪い、束縛、死の呪いから解放されて、私たちはキリストにあって自由の子になっているんだということを出エジプトは表しているんです。だからイエス・キリストが弟子たちと最後の晩餐っていうのを食しますけれども、あれは過ぎ越しの祭りですよ。過ぎ越しの食事ですよ。つまり出エジプトの時の食事ですね。イエス・キリストを信じた私たちは自由の民となっている。皆さんにお聞きしたい、今あなたを束縛しているものが何かありますか。私はいつも心の中で唱えている、こういう人間ですからね、こういう人間だから反発心が強い、まあ本能的に反発心があるね、僕の心に、大阪人だから。昔からね、権威は大嫌いで、僕は巨人、大砲、卵焼きって言ってた時代から3つ全部嫌いだった、巨人が負けると喜んでいた人間。ごめんね、巨人ファンの方。駅でみんな並んで電車待ってるのを見たら、もう腹が立ってしょうがないから、脇でこうやって並ばないで、自分だけは。そんな人間ですよ。東京、うんってこう言ってた人間ですよ。クリスチャンになってから私の心の中にある叫びは、私は神以外の何者の奴隷にもなりたくない、これですね。自由の民となってるから。だから神様にどう思われるかだけが判断基準になってくる、これがクリスチャンの姿でありますね。その中から私が選び取るべき道が出てくるんですね。あなたは恐れてるものがありますか。神を恐れる以上に恐れてるものがありますか。今年は本当の意味で自由の民となっていくんですね。この出エジプトの体験というのは、さまざまな障害を乗り越えて実現したんです。考えたらこれありえないね。まずね、イスラエルの民の不信仰ですね。波じゃないもん彼ら。それからモーセの揺らぎですね。モーセは証明を受けた時から断ってるんだもん。しかも私は口下手ですね、これはユダヤ人はこの私は口下手ですって、あの言語ではね、口に割礼を施してないって、無割礼の口っていうのは言語なんです。だから不完全だ、口に割礼がないんだって言ってるんですね。ユダヤ人はこれはモーセはあの喫音どもってたんだって。でユダヤ人が言う面白いジョークがあるんですね。ちょっと一つ紹介しましょうね。神様がモーセに、それでお前はどの血が欲しいかって言った時に、モーセはどもるのでちゃんと発音できなくて、カカカカカカカって言ったそうです。そしたら神様、分かった、カナンの血だなところが、モーセが本当に言いたかったのはカナダだったんだそうですだ、これはユダヤ人の自虐的ジョークですね。カナンの地なんかに来ちゃったから、こんな状態、カナダにいれば今頃俺たちは幸せに生きてたんだって。おもろいでしょうこれ、面白いね。それぐらいにモーセっていうのはね、問題抱えてたわけですよ。リーダーからしてこれですよ。それからパロの傲慢ですね。まあ今のね、北朝鮮のリーダー、イランのリーダー、
あんなもんじゃないよこのパロは、もう絶対にうんと言わないんだもん、やられてもやられてもうんと言わないんだもん。だから考えてみたら、助けてあげようとしている民がそっぽ向いてるわけです。導こうとしているリーダーが揺れてるわけですよ。そして解放の許可を出す人が頑固なんですよ。これもう見ただけでやめます、僕らだったら可能性ないもん。その時に神様が、いいですか、私たちが天の父なる神と呼んでいる、毎日呼んでいるこのお方がこれをなさったんです。これはね、私たちが直面するどんな問題だって、出エジプトと比べればこんなものは取るに足りないですよ。神様から見れば、6章の1節から8節で神様がこうおっしゃるんです。揺らいでいるモーセに対してね、こう言うんですよ。それで主はモーセに仰せられた。じゃあ皆さんご一緒に読みましょうかね。はい。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。ちょっとごめんね。ちなみに今の強い手でってあったでしょ。強い手で。これはね、パロの手のことじゃなくて神様の手のことです。だから翻訳がねちょっと曖昧だね。その次、神はモーセに告げて仰せられた。はい。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。次、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの苦役の人から連れ出すものであることを知るようになる。もう一つ、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。この神様の言葉のすごいところは、私は主であるという言い方から始まって、最後が私は主であるという言い方で終わってるんです。ちょうどサンドイッチ状態になってる、その中のことが。で、神様は、私はアブラハム、イサク、ヤコブに契約の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかったとおっしゃいました。ところが創世記を読むと、主という名は165回も出てくるんです。知らないはずがないんです。じゃあ問題は何かというと、この主という言葉は出エジプト記に入ると398回出てきます。今読んだ私は主である、最後の私は主である、そのうちの2回です。この私は主であるという言葉はヘブル語ではヤーウェという言葉です。で、これは契約の御名です。神様が契約を守るお方である。神が変わることのない神である。神が常に信頼できるお方である。神様は私たちに向かって今日も私は主であるとおっしゃってる。私たちがどんなにバタバタし、どんなにがっかりし、どんなにへこたれても、神のこの約束は変わらない。私は主である。そしてアブラハム、イサク、ヤコブたちが主であるという皆を知らなかったわけではない。神様ではなぜ主という名では私を彼らに知らせなかったとおっしゃったのか。それは呼び名は知っていたけれども、主という言葉の意味を
体験的には知らなかったということです。神が契約を守るお方であり、常に真実なお方であることは、出エジプト体験を通してイスラエルの民にとっては体験的知識となったんです。契約を守る神、イスラエルの民にカナンの地を与える神、そのお方がエジプトの偶像を打ち壊し、そして最後はパロの長子を殺し、そして紅海を分け、荒野で水を与え、マナを与え、約束の地に導かれた神は主であるということをイスラエルの民は体験的に知るようになったんです。私たちの人生にも同じ主が関わってくださいます。霊的革命というのは何なのか、それは神の偉大さに焦点を合わせることです。不可能にしか見えない状況で神がそれを可能にされた。神は私たちの人生にも介入して不可能を可能にしてくださいます。2番目の難しい話をしましょう。難しいというのは達成するのが難しい。何が難しいって言ってもイスラエル人を救うことほど難しいことはない。神はイスラエルを救う神です。これを必ず成就される。イスラエル人はイエスが人として来てくださって地上を歩き、あらゆる奇跡を行い、癒しを行い、モーセの律法を解き明かし、ご自身がメシアであると自分を表してくださった時にイエスを信じなかったんです。ちょっとここでジョークを言います。まだ笑わなくていいよ、言ってないから。いろんな国の国民性を表現する有名なジョークがあるんですね。船が沈みそうになってて、で救命具をつけて船から海に飛び込まなきゃいけないけど、誰も恐ろしくて飛び込む人がいないんです。その時に船長が飛び込ませる言葉を考えるわけです。アメリカ人に対して、真っ先に飛び込めば女性からモテますよと飛び込むらしい。ドイツ人に対して、規則では飛び込むことになってます飛び込むらしい。嫌ってるでしょ。それから日本人に対しては、みんな飛び込んでますよ飛び込むらしいな。ユダヤ人に対して、これはね、僕が考えたの、この部分はね。でユダヤ人に対してはこうだって言って、あるユダヤ人に言ったら大笑いして同意するって言ってましたが、ユダヤ人に対してはね、何時飛び込むなかれと言ったら飛び込むんです。要するにこうするなって言ったらしちゃうんです。こうせよって言ったらしないんです。これがユダヤ人ですよ。頑固です。どうしようもない。この民がイエスをメシアとして信じる時が来るんだろうか。で今回の聖地旅行でも、最後3日間エルサレムでオリーブ山から下ってね、中腹で主なきたもう教会、涙の教会というのがあるんですが、そこはイエス様がね、そこでとどまってエルサレムを見ながらね、ああエルサレム、エルサレムって涙を流されたところなんです。そこへ行ってメッセージを語りましたが、寒かった。本当に寒かった。もう寒さに耐えきれなくてね、あそこに涙の教会っていうチャペルがある、ちょうど空だったんで、チャペルの中に入りましたよ今回、あんまり寒いから。そこでメッセージを語りましたね。その寒さは僕にとってはね、神様がイスラエルの民の反応をどう見てらっしゃるかということに通じるような感じがしましたよ。冷たい、寒い、神の涙が
感じられるようなところでありました。ここ数年エルサレムに帰るたびに感じることは、皆さんね、エルサレムの町の中で正統派のユダヤ人が住むのは、昔はメアシェアリームという正統派の地区があって、その地区がメインだったんですが、最近ねエルサレムの古い町並み、特に、まだイスラエルが建国する前に町として始まっているようなところ行くとね、正統派のユダヤ人、黒い着物を着たユダヤ人がたくさん見受けられるんです。それは海外の、特にアメリカのお金持ちのユダヤ人がお金を出して買い取って、その地区に正統派の人たちが移り住むようになっているんです。エルサレムはおそらく10年、これから10年もすればね、世俗的な人が住みにくい、世俗的なユダヤ人はテルアビブ、ハイファ、海岸地帯に住み、エルサレムは宗教的な町で正統派中心の町になるかもしれない。あれを見ながらね、メシアニック人は増えてるとはいえ厳しいな、ユダヤ人に伝道することがますます難しい時代が来てるなという思いをね、私は非常に感じますね。神様に全能の力がないならば、イスラエル人を救うってことは不可能です。ところが今から開く新約聖書、ローマ人への手紙の11章25節から29節にこういう予言があるんですね。ちょっと見てみましょう。ローマ人への手紙の11章25から29、ご一緒に読みましょう。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに神に愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識の富とはなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。はい、そこまででいいです。少し長く読みましたけども、もう一度ね、25節に帰ってくれますか。はい、25から、その中頃、その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのはいつまで。異邦人の完成のなる時まで。この異邦人の完成のなる時までという言葉の意味ですけれども、これは異邦人の救われる数が満ちた時という意味です。ということは、イスラエルの救いというのは、まず異邦人の救いが完成して後に来るということです。これ大事なポイントです。これは今も個人的に救われるユダヤ人が出てくるということを否定しているんじゃないんです。ここで言っているのは、民族的にイスラエルが救われるのは
異邦人の救いが、その技が終わった時にイスラエル人の民族的救いが来る。これが聖書の内容です。ということは、日本人はイスラエル人ですか、異邦人ですか。ということは、イスラエル人の救いが来る前に日本人の救いが完成せねばならない。そう見ていくと、日本のリバイバルというのはイスラエルの救いの前に来なきゃいけない。論理的に言うと、イスラエルを神が必ず救うと約束されているならば、その前に日本のリバイバルが来るはずです。今日私はすでに2つ難しい、完成するのは難しいって話をしました。1つは出エジプトの出来事、これは神がすでになさいました。2つ目に難しいのはイスラエルの救いで、これは神が必ずなさる。3つ目にもう1つ難しいことがあるんです。普通だったら手をつけたくないようなことがあります。それは何かというと、日本のリバイバルです。神はそのことをなさる神です。今回東京のメッセージが、坂の上の雲は見えたかというタイトルで語ったというのは冒頭でお話をしました。その内容を短く要約しますと、坂の上の雲っていうのは司馬遼太郎が書いた小説ですよ。日本に国民的作家がもしいるとするならば、それは間違いなく司馬遼太郎です。彼は坂の上の雲というタイトルをつけた。それは明治維新を経て、まだ日本が国際的に危うい状態にあったときに、日本の青年たちがいかにしてその時代を乗り越え切り開いていったかという物語です。そして人々が見ていた坂の上の雲というのは、西欧的近代国家を目指すということです。それが当時の坂の上の雲。そして司馬遼太郎の根本的な思想は、国民一人一人が強くなることが結局国が強くなることである。そっくりそのままクリスチャンである皆さんにお返しします。クリスチャン一人一人が強くなることが結果として教会が強くなることです。で、今なぜ NHK がこれを取り上げたのか、ドラマとして取り上げたのか、昨年末第1部、それから第2部が今年の末、第3部が来年末ですから、3年かけた大掛かりなテレビドラマです。それは日本人が今かつて見ていた新しい坂の上の雲が見えなくなったんです。そしてその坂の上の雲を今もう一度探さなければいけないところに日本という国が来てるんです。だから私のメッセージのタイトルが、坂の上の雲は見えたかという問いかけになっているわけです。教会もまた坂の上の雲が見えなくなっている。日本の社会と共通している点は、それは西欧的近代国家が達成できたかに思えたときに坂の上の雲が消えちゃったということです。日本の教会は、私も含めてここに集まっているプロテスタント系のクリスチャンは例外なしに、西欧的な教会の恩恵を受け、ある意味では彼らのようになりたいという願いで歩んできたはずです。そして今私たちが考えている成功のモデルっていうのは、アメリカ式のメガチャーチでありましょう、あるいは韓国式のメガチャーチでありましょう。教会員が何千何万、場合によっては何十万と集まるようなメガチャーチを作ることが祝福であり、また成功した牧師、伝道者、教会のモデルであるという考え方です。しかし今西洋的なキリスト教の限界が見えている時代です。僕らがこれが坂の上の雲だと思っていたことが、手から
するりと抜けて、いやどうも違うんじゃないかということを考えざるを得ない時代に来ています。だからクリスチャンもまた新しい坂の上の雲を見なければいけない時代に来ています。そういう話をしたんです。だからしっかり聞いてください。1時間以上話をしてますから。日本のリバイバルは約束されてます。それを僕は信じてます。今はそれを待ち望む信仰です。で、今年革命元年というのはそのリバイバルが始まる年であるという予感とまた希望的観測です。リバイバルが起こるためには3つの M が大事ですね。1つは英語でちょっと言いますとモメンタム。これはモメンタム、モーメントって言葉でしょう。モメンタムで時の勢いです。あるいは時代の流れ、神の時。今まさに神の時だと思います。坂の上の雲が見えなくなった今こそチャンスです。クリスチャンにとっても一般の日本人にとってもチャンスです。西洋型のグローバル経済のモデルが公財相反する、公財が 50-50 ぐらい、最近では財外悪の方が強くなってきている時代にあって、新しい日本の在り方を模索しなきゃいけない、そういう時代です。閉塞感がある。驚くほど多くの人がチャンスさえあれば聖書は何と聞きたくなるような時代背景が来ているということ。二つ目の M はメソッドです。方法です。私は神様が日本にリバイバルをもたらされるならば、これはメガチャーチ的な欧米型のあるいは韓国型のものではないんじゃないかと思います。日本型のリバイバルがあり得ると思います。まあ、韓国に行きますと、この間のメッセージでも同じことを言ってますけど、韓国に行きますと日本人と韓国人の牧師が交わりをします。僕もそういう集会に何回か出てます。ペアになってね、韓国人と日本人が交わるんです。必ず相手が聞いてくる質問があります。先生の教会はところでメンバー何人ぐらいですか。それはその教会のサイズというのは一つのね、判断の基準になってるんでしょうね。まあ僕は30代の頃ですね、東京の町田で牧会していて、教会員がちょうど50とか60ぐらいになった頃ですね。で、いやこれぐらいです。え、5000人500人、はあ、50人ですか。先生とこは1000人いる。いや1万人です。もう帰ろうかなと思いますよねよく祈られますね、韓国の教会は。感心するわ。僕らクリスチャンだから祈るよ。祈らないクリスチャンってないじゃん。祈るよ。だけど韓国人ほどは祈らないね。あのエネルギーってのはね、もう生まれた時からずっとキムチ食べてないとね、あれができないんじゃないかと思うぐらいに何か違うね。それは置かれている地理的な状況、歴史的背景、その感情表現全部違うわけですよね。だ、僕韓国の教会に招かれてメッセージするようなことも時々ありますけど、メッセージのスタイルを変えますよ。1オクターブぐらい上の方から声が出ます、ね、その時に。神様愛です、あなた信じますかってこんな調子になります。こうやんないとね、こうピリッとね、スパイスが効かないわけです。僕は時々大声で話すような時があるんで、家内がね、うるさいって言うんです。なんでそんなに叫んでんの、もう聞きたくなくなるわって言うんですね。もっと静かに話しなさいって言うんで、はいって言ってね、静かに話をするんですけどね。だから韓国人は偉いな、でも僕らはなれないな。台湾に行くとね、台湾の教会よく賛美するんです。延々と賛美してるね。まあ、日本でもね、
しっかり祈る、ものすごい祈ってる教会もあるし、賛美延々とやる教会もあるよね。ごめんね、僕正直言うとこの定例会で3曲じゃない、もうあれで僕は十分なの。もう10分ぐらい歌うとね、もういいわって感じになるんですね。そうじゃなくて延々と賛美できる方いたら、それは特別な賜物だと思うけど、でも延々と賛美されてもね、僕に合わないなと、こういうふうに思いますね。祈りましょうって言ったらね、日本でも大声上げて祈る流れの教会もありますけど、例えば今日なんかね、祈ろうって言ったらね、みんなチュク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 って言ってるじゃない、静かじゃない。だから韓国や南米やアフリカやいろんな教会行ってごらん、祈りましょうって言ったらガーだよ。何が違うんですか。日本人ってどうなってんやとこう思うんですけども、僕はね、日本のリバイバルは日本の方法で来ると思う。日本の方法、そしてメガチャーチを成功のモデルとして捉える捉え方はもう卒業した方がいいんじゃないかな。むしろね、中国の家の教会型のものが日本人には合ってると思う。残念ながら中国の教会は最近ね、あれだけ祝福されている家の教会からメガチャーチに移ろうとしている傾向があります。危険信号だと思います。じゃあ日本人の特徴は何か、今から言うからね、聞いてね。祈るパワーもない、賛美のパワーもない、その日本人が何を持ってるのか言うよ。日本人はね、勉強が好きです。だから日本のリバイバルは聖書研究。僕にとっては一番しっくりくるの。もちろんなんか僕は日本人を代表しているような言い方してるけど、だけど日本人の特徴というのは細かいことが得意、そして技術力がある、学ぶことが好き、これが日本人の特徴ですよ。だから韓国で時々ね、牧師の政界があって、偉い先生がこう言うんですね、牧師先生方、祈りはそれぐらいでいいから、もうちょっと勉強しなさいという言い方します。へえ、そんなもんかって僕ちょっと思いましたけどもね。この間ね、聖地旅行から帰ってきて1月3日でしたけども、最終便でしかも遅れちゃって、僕が成田エクスプレスの最終便に乗れなかったらもう家に着けないんです、その日のうちに。着けなかったらもう成田でもう一回ホテル探して泊まらなきゃいけない。それは飛行機がね、10分か15分遅れて到着したから、もう僕が飛行機から降りたらあと20分しかないんです、成田エクスプレスの出発まで。結論から言うと、僕乗っちゃったんです、それに。乗れたんです、20分で。そして、電車の中に入って、家内に電話して、乗れたぞって言って見たら、3分か4分前ですよ。なぜ乗れたのか、日本人が素晴らしいからです。僕が素晴らしいからじゃない。飛行機をケアしているスタッフたち、通関の人、特に感動したのは JR の駅員さん。もうね、自動販売機の前で待ってて、どこまでですかって言うんで、ブーって三島です、あ、もう時間ギリギリだからこれでは買えません、向こう行ってくださいって見たら、窓口男の人一人で5人ぐらい並んでる。もう10分しかないんです。もう僕諦めました。ところがその人がものすごいスピードでさばいてるんですよ。一人20秒ぐらいでさばいていくんです。僕感動してね、あっという間に僕の順番になって、で彼が三島って言ったら、たーもう褒めたよ、すごい、あなたすごい、あなたはお客さんにものすごいサービスしてる、僕は尊敬するって言ったら、いやーって言って喜んで照れてました。イスラエルから帰ってきた僕にとってありえない光景でした。皆さん、日本人は素晴らしい、日本人は素晴らしい、日本人はこういうことが得意です。イスラエルの園の墓の売り子見てごらんよ、もう一人何分かかるの、引き算できへんね。それから電卓叩いて足し算でお金返していけはんね。
国民性が違う。だから皆さん、僕は日本人は聖書研究でリバイバルが起こる。もちろん祈りと賛美も必要だよ。でも身に合わないことをやってもしょうがない。三つ目に必要な M はマンですね、人材ですね。司馬遼太郎、国民一人一人が強くなることが国が強くなることである。彼の観点から言うと、日露戦争は国民国家の勝利なんです。だから英雄は出てこないんですね。松山藩、旧戸様大名だった松山出身のね、秋山兄弟が出てくるんです。あの本読むまでは誰っていうような人でしょう。そのような無名の人たちがあの時代を作り上げたんです。国民一人一人が強くなることが国が強くなること。クリスチャン一人一人が強くなることが教会が強くなること。それは単に地域教会のことを僕は言ってるんじゃない。普遍的なキリストの教会が強くなることです。あなたが強くなることがキリストの教会が強くなることです。これを万人祭司説と言うんです。一人一人が神の前の祭司であり、一人一人が伝道する義務と特権を与えられており、それは一部の特権階級に支配されるべきものではない。これが万人祭司説です。これが宗教改革で再発見された真理ですが、発見しただけで実践してないんです。革命元年というのは、この革命が起こるためには一人一人が祭司であるということの実践をどのようにしていくかです。あなたが鍵を握ってるんです。さあ結論です。マタイの福音書の23章37から39を見てみましょう。ご一緒に読みましょう。はい。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるようにあなた方の子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様のお言葉です。祝福あれ主の御名によって来られる方に、これは旧約聖書の詩篇118編26節の引用です。118編26節、これはメシアを歓迎する時の祈り。つまり主イエスの再臨というのはユダヤ人が救われないと起こらないということです。地上再臨は、そうすると見えてくるね、異邦人の救い、次に続くユダヤ人の救い、それからメシアの再臨、これが神のプログラムです。異邦人の救いのところを日本のリバイバルと置き換えてごらん。日本のリバイバル、ユダヤ人の救い、そしてメシアの再臨、この3つをかつてホーリネスリバイバルの流れに属している方々は三大祷告と呼んでるんです。3つの大きな祈りのテーマです。そして今もこの祈りを捧げてらっしゃる方々がおります。大変尊敬します。なぜならば全く聖書的に正しい祈りだからです。日本のリバイバル、ユダヤ人の救い、メシアの再臨。ところが例えば日本のリバイバルを言う方は言います。あるいはユダヤ人伝道を言う方もいます。あるいはメシアの再臨を言う方もいます。けれどもこれを一つの関係した連続したテーマとして取り上げて聖書的に語る人はそう多くはない。願わくはハーベストタイムは
今年からこの3つのテーマ、日本のリバイバル、ユダヤ人の救い、メシアの再臨を広く世に呼びかけていく働きをさせていただきたいと願っております。ですからハーベストタイムは今後テレビ伝道団体という定義からリバイバル運動を推進する団体へとその様相が変化していく、今年は革命元年の年です。そして私は個人的には今年も公開メッセージと、そして信徒訓練のためのハーベスト聖書塾の働きに全力を尽くすことを皆さんの前でお約束したいと思います。皆さんも一人一人の置かれているところで自らが祭司としてどのように強くなればよいのか、それを目標に革命元年の歩みをスタートしていただきたいと思います。理解したことを実践するのはクリスチャンの特徴です。私は神様の声をこのように捉えました。それゆえ実践したいと思います。今年の4月に第1回ハーベスト再臨待望聖会を開きます。第1回と言ってるのは毎年1回開きたいと思ってるか、願わくは主が来られるまで、あるいは私が生きている限りこれを行いたいと思います。東京が4月10日、沖縄が4月14日、大阪は4月16日、ドーンセンター、これは天満橋かな、天満でありますね、ドーンセンターで4月16日です。皆さんいらしてください。ぜひいらしてください。1年目ですから半日盛会です。1時半から始まって夜の8時半まで、午後2回夜1回の盛会、もちろん休憩時間ありますよ。休憩なしでやるっていうのは日本人の国民性に合いませんからちゃんと休憩取って夕食の時間も取ってやりますけど、講師は昨年も日本に来られたイスラエルからノアム・ヘンドレンさん、あの人いいね、あの人はフルクテンバウムさんの弟子でもあるんです。そしてヘンドレンさんの奥さんジョアンさんも来られます。私もメッセージを語ります。今年は主の再臨と日本人のリバイバル、そしてイスラエルの救いを3つのことを1つのテーマとして語り始める年、革命元年であります。お一人お一人の上に神様が豊かに語ってくださるように祈りましょう。天の父なる神様、あなたはモーセにあなたの手にあるものは何かと問いかけられました。モーセは杖ですと答えました。あなたは私たち日本人に素晴らしい賜物を与えてくださいました。私たちはそれに気づかないでここまで来たのかもしれません。再びあなたは私たちにあなたの手にあるそれは何かと問いかけておられます。神様、それはおそらく学びの力でしょう。それは学びへの意欲でしょう。それは複雑なことでもきちっと整理する力でしょう。今そのことを再発見し、日本型のリバイバルが起こることを願い求めます。あなたは出エジプトを可能にした神、あなたはイスラエルの民を救うことのできるお方、そしてあなたは日本にリバイバルをもたらすことのできるお方です。信じます。どうぞ私たちをそのために用いてください。主イエスキリストの御名によってひれ伏してお願いします。アーメン。
ご一緒に祈りましょう。どうぞあなたの祈りを捧げてください。ご一緒に祈りましょう。メッセージステーションをお聞きくださりありがとうございます。このメッセージのアウトライン、聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございます。また最新情報をメールマガジンでお届けしています。ホームページでメールマガジンにご登録ください。